米女子ゴルフツアーのメイヤークラシック初日。渋野ひな子は5バーディー。2ボギーと69のラウンドで3アンダー。首位と4打差の202スタートとなった。今季開幕から大スランプだった渋野もメジャー。全米女子オープンで2位になって以降。絶好調。この日も日本勢トップの V 権につけるなど、完全復活を印象付けた。 渋野はショットに関してはいい感覚ではなかったですけど、うまくまっすぐ行って乗るみたいのが多かったとし、二日目以降に向けて、しっかり上を目指して頑張りたいと語っていた。試合を中継するワウワウで解説を務めた天沼千恵子は渋野について、じっくり見ます。と言いましたがいいですね。と大絶賛。その上で、トップからクラブの引き方に余裕がある感じがありますね。 柔らかくした分、いい感じのしなり感が見られました、と説明。ホールインワンしそうですね、と予言した。今季は不審で窮地に追い込まれていたが、苦しいところを抜けたか、抜けそうか、そんな表情を感じました、と解説していた。トースポウェブ。第1日、13日、米ミシガン州ベルモントブライズフィールド CC 部の日向子は5バーディー。 2ボギーの69で回り、首位と4打差の22位で発進した。10番からスタートすると、11番パー3でボギーを先行させたが、12番でバーディーを取り返し、イーブンで折り返した。後半は1番でバーディーを奪うと、4番から6ホールで3バーディーをダッシュ、3アンダーの69でホールアウトした。ショットもパットも不本意だっただけに、 3アンダーはちょっと不思議な感じとラウンドを振り返った。首位と4打差の二時期に。残り3日に向けて5個のパー5で取り切る。伸ばさないと上にはなかなかないけないと表情を引き締めた。米女子ゴルフのメイヤークラシックは13日。ミシガン州ベルモントのブライズフィールド CC で第1ラウンドが行われ。西村優奈、渋野雛子が共に69で回り。 首位と4打差の20位につけた。古江彩香は70の33位。吉田優里。西郷真央。勝南はいずれも74で107位と出遅れた。アリソン・リーが60号をマークして首位に立った。2打差の2位にブルック・ヘンダーソンら9人が並んだ。米女子プロゴルフツアーメイヤークラシック第1日2週前の全米女子オープンで2位に入った渋野ひな子は5バーディー。 2ボギーの3アンダー69をマークし、首位と4打差の22位で初日を終えた。中継局ワウワウのインタビューに応じ、あまりショットはいい感覚ではなかったけど、うまくまっすぐ行って乗る。みたいなのが多かった、と振り返った。前半11番でボギーが先行も、13番パー3で第1打をピンに絡めてバーディー、1番では第2打をピン奥3メートル弱に止めて沈めるなど、 後半に3つスコアを伸ばした。パッティングが打ち切れていなかったり、読み切れていないホールが多かった。その中でも3つアンダーで回れるのは、ちょっと不思議な感じと口にした。第2ラウンドに向けて、パー5が5個あるので、そこで取り切りたい。難しいホールも多いので、しっかりそこはメリハリをつけて、放置新聞社。 米女子ゴルフツアーメイヤークラシック第1日第1ラウンドが行われ、渋野日向子は5バーディー、2ボギーの3アンダー、69で回り、西村優菜と共に首位と4打差の20に発進した。2アンダーの33位に古江彩香がつけ、吉田優利、西郷真央、勝みなみの3人は揃って2オーバー、107位と出遅れた。 7アンダーをマークしたアリソン・ディーが首位に立った。2位となった全米女子オープン以降、副長気配の渋野はこの日も3アンダーで回った。11番でボギーが先行も、13番でバーディーを奪い返す。後半は4つのバーディーを奪うなどスコアを伸ばした。中継局ワウワウのインタビューに、ショットはあまり良い感覚ではなかった。うまくまっすぐ行って乗る満たないのが多くて、と課題を挙げ、 パットについても、打ち切れていない、読み切れていないというホールが多かったとし、その中で3つアンダーで回れたのは不思議な感じ、と振り返った。2日目に向けて、伸ばさないと上にはいけない、上を目指して頑張りたいと話した。米女子ゴルフのメイヤークラシックは13日、ミシガン州ベルモントのブライズフィールド CC で第1ラウンドが行われ、 渋野雛子と西村優奈が69で回り、首位と4打差の22位で発進した。古江彩香は70の33位。勝みなみ、吉田優里、西郷馬央は74の107位と出遅れた。アリソン・リーが65で首位に立った。前週の全米女子オープンで2位に入った渋野雛子は、22位でスタート。古江彩香は33位発進。アリソン・リーが単独首位。 女子ゴルフの渋野ひな子が、好調をキープしている。前回の大会で2位に入り、次戦に向けて意気込みを語った。米女子プロゴルフツアーメイヤークラシック13日開幕2週前の全米女子オープンで2位。前週は二次期地位と好調をキープする渋野ひな子が大会を前に中継局ワウワウのインタビューで意気込みを語った。渋野は月曜日は休んで、ちょっとずつ回復している。 全米女子オープンで少し良い感覚を持てたので、ちょっとずつ自分の頭の中もすっきりしてきている、と現状を語った。ショットの状態に関しては、先週も比較的良いボールが打てているなと思うホールが多かった。もうちょっと精度が上がればいいと見据えた。2年ぶりの出場となり、すごく綺麗なコース。でも周りのラフも難しいし、グリーンの読みも難しいと思うホールも多い。 距離が長いホールもあるので、難しいっちゃ、難しいかな、と警戒。まずフェアウェイキープは大事にしなきゃいけない。グリーンに乗せるのも、跳ねるところが多いのでしっかり計算してできたらいい、と攻略を描いた。上位で競えるように全力を尽くします。パー5ではしっかりと取れれば、なるべくミスを減らせるように、バーディーチャンスをたくさん作れればいい、と力強く語った。 放置新聞社。女子ゴルフのメジャー第2戦。全米女子プロ選手権の予選ラウンドの組み合わせが20日までに発表され。古江彩香はアタヤティティクルらと同組で第1ラウンドを22日午前7時55分にスタートする。渋野日向子は前週のメイヤークラシックを制したレオナ・マグワイアらと午前8時28分に競技を開始。勝みなみは午前7時11分。 畑岡奈紗は午後1時50分にティーオフする。西村優奈、西郷馬らも出場する。